今日は何するズラか、とりあえずサクッと収穫しちゃおう。手伝わないズラ。はい、あ、もっとしおれてるかと思ったけど結構大丈夫ですね。はい、静かです。お気楽じゃんの香りもしませんね。ここ一番南なんですけど、ここだけウイルス病にから逃れた生き残り、最後まで収穫あそこについてますね。反対側、はい、できましたね。でも体力効果ですねこれは。ここちょうどピオが赤く出てきたところなんですけど、このこっち側、はい、体力効果、ウイルス病粉じらみかかりましたけど、うん、最後まで収穫できましたね。こちらも、はい、この辺もですね。はい、これでフィニッシュですね。はい、10コンテナ目です。想像してたぐらい取れましたね。プルルプシ、見事です。頑張ってまいりましょう。カーテン全開にします。はい、皆さんおはようございます。ただやさです。今日は、はい、中央部分ですね、北側アドミラル。うわ、すごい根っこがしっかりしてますね。線虫出てない。うわ、すごい根っこもしっかり。はい、暖房機側、まあ西側ですね。 しかしこちら給水口があるんで、まあ水はいつも潤ってるんですけど、うん、ちょっと先っちょに出てますけど、はい、株元は問題ないですね。こちら北の屋根の中央ですね。ここはほぼほとんどやられてないですね。はい、どうだったでしょうか。一通り見て回りましたね。まあ出てるところは出てます、部分的に。はい、ダブルプロフリオンと養生菌プラス。はい、これからですね、カーテン閉じてしばらく放置して枯らすんですが、結構根っこがしっかりしてますんで、軸のですね、根に近い部分でこのよく切れるサビサミの鎌で切っていきたいと思います。行ってきます。これ灌水チューブとかもあるんで、あんまり近くあと小ダクとか入ってるんで、まあ、適当にやっちゃうとガリガリ灌水チューブとかやっちゃうんで、でもまあ交換するからいいのか。切っていきますね。はい、はい、土壌診断用の土を取りますね。灌水チューブ下10センチぐらい掘って、なんかこれですね、ハウス中央とあとは四隅ですね、四隅と中央って形で5箇所から取ります。はい、5箇所から泥取りました。これ乾かして JA 心身提出ですね。株元切ったんでしおれてきてますね。はい、カーテン全閉します。今回は速さ重視で敵か BC で、はい、3タイプで詰めていきます。1コンテナでだいたい BC 敵か含む5箱できますね。レギュラー段ボールを60です。はい、ピアさん、真っ黒キュウリですよ。おお、うめえ。これも出汁が取れる口だな。うめえな、キュウリはな。半分終わったところで C が3、敵化が6、B が7ですね。13、14、14は上限の月。今日から3日間、コショウですね。
し、先ほどのネットと同じ形をしているズラ、なんなぜズラか、みかんみたいズラ。はい、これが全部ですね、 C が8個、 B が15個、敵化が11できました。またすっきりしないのかい、ぴゅーちゃん。ん？さっぱりしないのかい？今日は産むのかい、ぴゅーちゃん。ん？あ、いいの。ひだひだがいいね。ひだがいいね。いいね、ひだ。ん？ぴゅーちゃん、今日は卵は無理なのかな？ん？ダメなのかな？最近調子悪いな、ぴゅーさんね。なんだろう、やっぱ暑いのかな？暑すぎるのかな？立てばいいし、シティは暑すぎるのかな、ピオさんには。でも卵の時は寒いより暖かい方がいいだろう。違うかな。